やるんか。いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。ん？私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです？この店はキャバレーか？いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか。ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんね。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。わかった、案内頼むわ。その代わりちゃんとナンバーワンの子つけてくれや。もちろんです。さあどうぞこちらに。お客様、お待たせしました。当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。
ユキです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。乾杯。あの、すみません。私こんなんで。いや別にええけど、でも。ほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただ、この店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？何やそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんな人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょ。断る。あんたらのせいでどれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいますよ。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。
そう、そうだ。そういえば、あなたの娘さん、東京に住んでいらっしゃるんですね。いや、可愛くてびっくりしましたよ。いや、それにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんが、もし万一誰かに襲われたりしたら。お前、娘に何かする気か？さあ、私は別に何も。ただ、そういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから。くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますよ。私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな、店長。あ、お客さん、すみません、お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんや、あいつ。蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで、蒼天堀のキャバクラを全て自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべく、たくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果、蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかし、なんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することで、そこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば、実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。
グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか。まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか、グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラ中業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマンや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね、何卒よろしくお願いします。ああ、ええ、何やて？ええ、
それじゃあ。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。趣味ですよね。何かあったかな。趣味。あっ。ん？はい。私、無趣味でした。おいおい。だって、私本当に無趣味で。あ、趣味と言っていいのかわからないですけど、毎日日記を書くようにはしてますよ。ふん。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。なるほどな。真柴さんでも人を褒めることがあるんですね。ん？そうですか？私、真柴さんに褒められたことなんてほとんどないですけど。うん。あ、私が褒められるべき人間じゃないって言いたいんですか？真柴さん、本当一言多いですよね。そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ。褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ、私、真柴さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てや。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。言ってるんですか？私だって特技くらいありますよ。ん？ですね。よく
お年寄りに好かれたりしますよ。なるほどな。そうですか。孫っぽいかはよくわかりませんが、昔からおじいちゃん子ではありますね。ほう。ありがとうございます。じいさん以外もできればいいんですけどね。苦手なことたくさんありますけど、失礼ですね。そうですね。真面目な話をしますと、私、男の人と話すことが苦手です。そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。あ、確かにそうですね。真島さんとは私、普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分、男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと？
らっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。
ようこそ三茶屋、どうぞこちらへ。盛り上がりましたか。美人さんだな。ビバスルで。めっちゃ嬉しい。かわいいね。いらっしゃいませ。嬉しいわ。素敵だよ。嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。おい、おい、おい、
足臭すぎんね。邪魔や。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっとだけでもしまって寂しいよ。足読んでないな。
来てや。ご件もしました。暇やな。お、ちょっとそこな。また来ようなお前の全てがムカつくわ。なんなんや。いらっしゃいませ。ありがとうございいらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。ち
いらっしゃいませ。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。
居酒屋。ね。待っとったで。何やって？はあ？何やって？何やって？
方に金を置いてき。ぶちのめすな。後悔すなよ。それじゃあ、はい、うん、うん、はい、そうやな。なんて答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね。
私、王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くて、ハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁ、なんて。俺もや。え、まさか安嶋さんに分かってもらえるとは、意外です。そうですよね、私は高い理想を追いかけたいです。でもそんな人全然いなくて、やっぱりハードル高すぎるのかな。そういや、23です。うん、そんなに塞ぎ込まないでくださいよ。理想を言うだけだったらただですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと理想の王子様を思い描いてたんですよ。